普段着ないお洋服での撮影だったので、なんかこう雰囲気的にもリラックスできて楽しく撮影ができました。30代目前になるとかっていうのは、こう年を取ることにすごく抵抗感があったんですけど、いざまあ30代を迎えてみると、なんかこう20代にはなかったなんかこう物の見方とか感じ方ができるようになったことによって、年を重ねることって素敵なことなんだな。当然シワの数も増えるし、自分の好きなオーベヘッドとか見てても、まあ、シワのがあっても素敵って思える人がすごく素敵に思えるから、そういう年の取り方をして、内面から出る美しさっていうのを追求できる生き方